エビバディ皆さんガチャの時間ですよ。エビバディ皆さんガチャの時間ですよ。シャイ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 。アルデッキ？俺はカバーニを当てたいんだよ。カバーニいないの結構きついよね。今週絶好調でみんなカバーニ使ってるからさ。しかも足速くてね、あのスタミナ、あのスピードで。で、90分は走らせ続けれるでしょ、この絶好調だと。それがもうね、羨ましくてしょうがないの、チャマは。だから俺は買うよ。お願いしとこう。お願いしとこう。はぁ、当たるかな。当たってくれ。当たってくれ。ま、黒。でも黒ね、黒しか着てないのよ、今週の CL。ほら。金だわ。ベルナルジいらない。もう一発引きたいな。もう一発引こう。もう一発引こう、これは。とりあえず黒引こう。あ、もう、どうせ。よし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 。いや、違う違う違う。カバーニ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 。とりあえず黒、とりあえず黒出してテイーソン。あ、しか、あ、これ来るわ。黒っぽいな。はぁー、マイヤーか。ノイヤーだったらよかったのに。いや、もう納得できない。じゃあまあ、せっかくの CL ガチャで。ねえ、そうでしょ、黒が来ないなんて。もったいないことできないよ。はぁ、よしよしよし。これラストにしよう、でも。明日もあるから。明日、明後日あんのか。明後日も一応あるね。よし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 。パーパーパー。あ、これも金っぽいな。もうね、黒しか当たってないから。オッケー、来た！カバーニカバーニカバーニ。うわ、ウォーリアーかよ。もうこのスパイ、あれ？ウィリアン？ウィリアン、これ。ルイス・アドリアーノ。シャフタール・ドネツク。どうなの？これは。ルイス・アドリアーノは。お？ちょっと、使えそうっちゃ使えそうだったけど。ルイス・アドリアーノ。まず監督との相性はどうだと。あれ、あ、これか。あ、違う、ルーカス・モーラか。ああ、もう監督との相性の時点でダメだね。決定力8。あ、でも結構いいじゃん。あ、スキルがないね。まあいいか、黒当たったからカバーに出てないけどしょうがないよ。また来週からいいガチャ食うしね。ということで、今日のガチャはこんな感じパ。えっ、せいせいせい。皆さんからいただいたコメント2本分か。昨日のピッコロ来たやつと。まあね、まずはルーニーデビューのやつね。このね、スパムっていうのがあってね、なんかこれは悪口ですよみたいな。悪口ですよっていうやつは、なんか YouTube がね、勝手に弾いてくれたりするんだけどね、それを弾くかどうか俺確認決めれるの。それ確認しないとかあるんだよ。タヤウキさん。ジルビーニは自分も後半必ず入れてます。チャム君はアグエル持ってるからいいかもしれないんですが、後半イブラもエグいですよって。スピードでも少し勝てるし、あのフィジカルでディフェンスラインの裏ぶっちぎりますよと。へぇ。あとはあの決定力でどんな体勢からでもどんなシュートでも入ります。ちなみに前にチャム君と試合した時は、後半からジルビーニをイブラ入れて1点取ったけど引き分けましたが、笑いということ。なるほどね。
カバニって何がいいのか分かりません。使い方教えて。いや、そう、ヘディングでしょ、決定力。で、今絶好調、スピードで、スタミナもすごいから、マジでやばいよ、ほんと。カッチカチって感じ。あ、これ、イブラとセリ、あ、イブラじゃない、カバニと競り合ってボール取れるタイミングだなって、いや、カッチカチだから体。なんか端がドーン弾かれて、カチカチ、マジで。絶好調のカバニは誰にも止められない。レッドフーさん、ほんとね。長い、青葉、なんだ、相馬くん、チャマくんとルーニーは双子みたいだねって。いや、いいねが2個もついてるけど。ハゲでしょ？ハゲてるだけでしょ？ハゲてないしな？あとは、寺尾唯一さん、2014の売れでネイマールかロッペン買うならチャマくんならどっち買いますか？ネイマールだね。ネイマールのダブルタッチは最強。ロッペンそんな強くないんじゃない？2014。強いは強いけども、最強って感じじゃないよね。孤独の王様さん、ジルビニョのサブキーをアグエロ並みにいいと思う。それとネイマールは弱いからイブラに戻した方が強いかな。ああ、なるほどね。イブラでも強いけどね、足が遅いとなんか小回りが効きづらいからね。マティッチ2人使ってる感じで嫌なんだよな。ダデシュハイチャンさん、2000コイン使って100ガチャ回したんですけど、ジャクソン・マルティネスとレイノともう1人80の選手伸びでした。運悪すぎます。ああ、まあ確かに。100ガチャ、2000コインってことは20回か。まあ、そんなもんじゃないかな。20回って、黒出ない可能性もあるからね。ミサン出たんだったらいいかなって思うけど、ジャクソン・マルティネスは強い。テッシー VS メッシさん、やっぱりクリロナの赤いユニフォームかっこいいね。確かに。マンユーはかっこいい。キン・パンプキンさん、チャマ君背番号変えないの？そう、チャマ君ね、背番号とかどうでもいいんだよね。本当に。マジでね、あんまり気にしてない。だ、気になる人は気になると思うけど、チャマ君あんまり気にしないからもう変えないと思う。そう、ルーニーならクリロナとのコンビが一番好きでしたね。そうの、ルーニー、クリロナっていうのが今チャマンセタ、テッサやって復活してるからね。本当に。渡辺大輔君、チャマ君こんばんは。4321でいい監督してたら教えてください。いや、ちょっと知らないな。4321。それと本日ガチャでクリロナ当たりましょう。よ、すごい半端ない性能ですね。おめでとうございました。今日朝に対戦しましたね。完敗でしたが、と。ありがとうございます。クリロナおめでとう。対戦ありがとうございました。相当強いよ、マジで。使いこなしたら、相当レベルが上がる。カリトさん、PK ループでサイド狙うとゴールキーパーのタイミングがずれて入りやすいですよ。まあね。でも、もう読まれてたら終わりだよね、ループでも。もう読まれてさ、そっち読まれてたら終わりだから、あんまり今作はループの意味がないかなって俺は思ってるけどね。渡辺健太さん、チャマ君こんばんは。素朴な疑問なのですが、ウイレシリーズどのあたりから始めましたか？僕はウイレ2010、僕は6ファイナルエボリューションだった気がします。僕もね、ただのノーマルの6だったような気がする。その辺だったよ。ゴン中山が表紙ですね。結構ね、コメントいただいてて。K 武田さん、ジェルビーニョって使えるんですな。いや、使える。足速いけど、シュートマジでゴミだよ。何にも入んない。CL ガチャの対象の人ってどの人かわかりますか？今 CL ガチャは確かベスト4以下だよね。確か。ベスト16からベスト4の間で敗退していった人かな。今残ってるレアルとかバルサとかじゃなくて、チャンピオンズリーグに出てる人って感じ？俺もね、あんまりガチャ、誰が出てるとかね、詳しく知らないから。あ、カバンに当たんの？じゃあやろうかなぐらいの感じだから。ちょっとね、詳しく知りたい場合は、調べた方がいいかも。サルオさん、やっぱチャマくん面白すぎだわ。ありがとう。今中学生なんだけど、俺の周りみんなチャマくん知ってるよ。ほんとかしら？そういうとこ増えてんの？みんなも教えてってよ、チャマくんを。あ、トゥーストゥース、チャマくんは背番号変えたりしないんですか？あ、これね。しません。チョマくん？ジルビーニョの良さが分からん。走るの速いけどシュート決めらん。いや、マジでそうだよ。だから、唐揚げループもうぶち抜いて、キーパーと1対1作って、唐揚げループか、最後パス出すか。あとは、俺はもう、どうしようもないって時は、マニュアル罰でシュート打ってるね。それはね、精度関係ないからね。選手の能力に依存しないで、マニュアルだから、こっちの操作でなんとかできるから。佐々木洋平さん、100円ガチャでスアレス、シャビ、アロンソ、ロイス選手。いい、めっちゃいいじゃん。何回引いたか気になるけどね。ストレートでそれだったら相当運良かったじゃん。ジュンホワイトさん、カジェホも後半使えますよ。持ってますか？いや、売っちゃいましたね。監督と、その当時使ってた監督と相性が良くなかったから。
ケイタンさん、実際だったらいい選手なのにウイレでは使えない選手誰ですか？まあ、多分、イブラとかも、多分実際の方がもっと強いと思うね。あとは、まあ、なんか基本的にね、すばしっこい選手しか使えないっちゃ使えないから、重い選手はちょっと使えないね。あと、軽い選手？ピルロとかももっといい選手じゃないかなって思う。今ミス100円セールやってますよ、酒井さん。関係ないじゃん。ウイレの話か、チャマ君の話した方がいいんじゃない？しおりおしの堀、ん？しおりおしの堀さん？チャマ君かわいい大好き。ありがとうございます。パー。今日フォワードガチャでレコバ出ました。嬉しいけど監督との相性三色で全然使えねえ。確かにレコバ今も根幹か？フリーキックかなんか相当強いよね。噂で聞いただけだけど。荒牧さん、こんばんは、ルーニーですね。ちなみに自分はセンターフォワードとして使っていますが、チームの得点王です。コーナーキックもいいので、今度やってみてくださいね。ということで。最強ルーニー。強いからね。豆駒さん、チャマ君はディフェンスの時四角ボタン押してますか？押してます、押してます。アボロスさん、今日は最後のやつないんですね。あ、最後のやつ入れ忘れちゃったんで、今度から入れますね。ルーニーが入った瞬間、チームのプレイスタイルが変わったけど、そう。まあ、そんな感じで。じゃあ次2本目。もう長くなっちゃっちゃう。イカップカップチャップさん。チャップ、カップカップチャップさん。ああ、毎日投稿してよ。頑張って投稿します。酒井さん。3000円でクリロナ当たった。ありがとう。すごいね。クレイジーアーストさん、ガチャは？わら、チャマク日本代表に教えてもらえるとかずるすぎ。さらに強くなったチャマンチェスターユナイトと期待してます。動画投稿頑張ってください。ということでありがとうございます。N ヒロシさん、チャマクペルシが PK キッカー。お、すげえ。PK 今度から PK 蹴るってこと？そうね。帰って女の子と遊ばなきゃいいんだけど。俺も心配よ。アップルソーダさん、パーニコ生見てました。タラコさん面白すぎです。ガチャの件は腹抱えて笑ってました。またタラコさん謎を呼んでやってください。そうそう。ピッコロとかね、タラコが何を教えたかっていうのはね、ちょっとニコ生にしか残ってないから、そっち見たらね、わかるんだけど。まあ、でも16時間あるから見るのがめんどくさいよ。寺尾雄一さん、上手くなったと思うよ。でもディフェンス簡単に抜かれてるけど、我々中盤落ち着いてプレイできていいと思う。前だったら焦って取られたけど、チャマ君相変わらず。そうそう、焦んなくなった。焦って変に取られるっていうことは全くなくなった。ビルドアップがね、上手になったよ。サルオさん、チャマ君スンスンなんかが強くなった。そうかな、気のせいかな。いや、特にね、何もいじってないけど、あ、でも、画質良くなったかも。ニコ生まま見てたよってことで、ありがとうね。中島大切、その指大切。あ、ピッコロがなんかよく言ってたギャグで、俺は別に何も面白いとは思わなかったんだけど。まあ、言われた本人は嬉しいだろうね。納豆ライスさん、日本代表とかってやっぱ大人、あ、そうだね。10代は1人しかいなかったんじゃないかな。ひき肉豚野郎、家庭教してもらってどこ改善したとか、今までとの違いを教えてくんないと。あ、見ないとわか、み、やっぱ言わないとわかんないか。なんかね、その、無駄じゃない、意味のある横パス？横道？っていうのをしろって言われてね。こう、だから、普通さ、こう走り込んでるよって、一人走り込んでて、俺は今までね、こいつがボール持ってて、こう走り込んでる。で、ディフェンスラインこの辺だったら、こいつがこう、ディフェンスライン行くよっていうところで、待ってスルーパスしてた。じゃなくて、あ、こいつ走ってると思ってこう持ってるでしょ？じゃ、ね？この辺にいるやつに一回パス出すのよ。で、そっからスルーパスすると、今までだったら、あ、こいつ走ってると思ってケアされるんだけど、こっちに出すことによって、カーソルが変わったりとか、あれ？違う、こいつ、あ、こっち諦めたみたいな。ワンツーしてこっち走らせるととか思わせといて、またこっちみたいな。で、こっちケアしてたら、じゃあ今度ワンツーできるよみたいな。そういうのをね、選択肢が増えた。あと、正確性も増した。あとは？孤独の王様さん、負けたのに良くなってるわけないから、今までの方がいい試合してる。いや、絶対ね、今、ミス、ボールロスかなり少なくなってる、本当に。まだね、得点につながってないかもしれないけど、ボールロスが減ったってことは、変なボールロス減ってるから、失点がね、減ってるから。中立さすんません。24時間ウイレはメインはお風呂とご飯やったやろ。スクショ何枚撮ったと思ってるんや。そやけど、ウイレがメインでしょ。
ゲーム実況男子高校生。シャム君のサッカーつまらなくなったよと。ああ、まあね。確かにね、ちょっとね、派手さはなくなったかもしんないけど、かなり正確性とね、上がって。で、こっからね、これ土台だから。これ土台が、をしっかりさして、また個性とかオリジナリティを乗っけていくのが楽しい作業だから。そこまでやれたらね、本当に、ガチ勢の人と対等に渡り合えるんじゃない？チャマ君のサッカーはこんなサッカーだっていうのがわかるからね。ニコ生で見てたよ、五十嵐さん、ありがとう。ワシルイさん、総合値85以上のやつが出ません。待て待て。来るから、絶対来るからね。タンジミさん、メガネでパソコンが反射して見える。わらわら。そう、ブルーライトだからね、結構派手に反射する。パシックさん、チャマ君めっちゃ上手くなったよね。いや、これね、わかると思うんだよね。多分ね、ワンチャン頼みのね、フラスルボンボンのサッカーやってる人にはね、退屈かもしんないし、あんまり、上手さっていうのがわかんないと思うけど、これ相当ね、いいサッカーになってきてんだよ、本当に。だからそんな感じでね、今日も、見てくださいな。パー、マナーレベル C の相手、パー。はい、皆さん、なんと、マナーレベル C の相手に当たりました。マナーレベル B まではね、当たったことあんのよ。C、A はね、俺、拒否リストとか入れられたっていうのも含まれるのよね。で、B は、なんかちょっと切断とか自分でしてるよ、みたいな。C ってどうなんの？まあ、ちょい重いかなぐらいだけど、そんなに？あ、ちょっとカクンってなるね。ちょっとカクンってな。切断はね、多いだったけどね。はあ、どんな感じ？あ、でも、C ってどんな感じなの？あ、もう動かないよね、でも。だいぶラグあるなって感じはするけど。デパイを今使ってみてるけど。デパイっていう人がいるから。デパイ、コンカ入るって話だけど、入んないよね、今。めっちゃデパイ、コンカ入るって言われたのに、もう。C でも無線なんだろうけどね。改善状況良くないだろうけど。うわ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 。なんかグイングイン行くのよね。両チームとも激しい立ち上がりですよね。まあ90分ある中でこのままのペースでいくことは考えにくいですね。そうですね。チェルチックからのパス。いやー、サイドのスペースを使う。ここで受ける。どうだ、シュート。チェメッルシ。チ、なんかもうさ、集中してやんないとさ、本当に動かせない。いやー、今のもほら、うーって言っちゃうもん。うわーって感じ。あ、メッシの厄介だね、この。このさ、メッシって言ったら繊細なこのスティックさばきで、ディフェンスしなきゃいけない相手よ。そんな人、相手に。これはちょっときついよ。はい。メッメッシ、シは絶対テクニッサイクドを使使わう、ない方がいいと思ういいんだよ形な。ですね。抜けてくる。あ、怖い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 。いやー。前半ここまで両チームともシュートを打っているという印象はあるんですけれども、スコアはまだ動いていません。序盤から両チームとも非常に攻撃的なスタイルをとってますよいね。やー。見てる方としては楽しい試合展開になっていますね。なんかもう入力がね、1アザテーンポ早ドロめスとルか。今のもね、普通だったら打ててはいると思うんだよね。早いもんな、この人、読みが。でも別に、
アンテナマークとか出ないパターンなんだよね。それが一番厄介だよな。抜けてくる。中合わせてくるでしょうか。ボースが空いたか。マイナス気味。スアレス。超厄介だなこれ。クソ重いからね。マナーレベル C 受けるんだけど。いやー危ね。オッケー。あきつい。やっちゃった。もう早く早くと思ったら体勢も整ってないのに連打しちゃうんだよな。とにかく早くこの状況から出したいんだよ。どちらのチームもシュートを打っているのでね、ふぅ、先制点をっていう気持ちでしょうね。なるほど。入った。クリロナ様、ちょっともうこういう余裕のあるシュート打つタイミングに余裕のあるシュートとか狙っていかないといけないね。ここだっていうコンカとかさ、ヘディングとかちょっと怖いよね。まあヘディングだったらワンチャン早めに押しといたらっていうのもあるのかな。それは1対0先制しています。よっしゃ、あー終わった。パフォーマンス上がってましたからね。あー助かった。あれスナイスアレスアウトスピン、アウトスピンあるよね。でズドンもあるよね。怖え。じゃあどっち向きでボール持ったからこれは危ないとかこれは余裕だなとかっていうのはないんだね。 OK、 うまくいってる。あー終わった。いやー、あ取れる、あ取れた。いやいやいや、もうどっち向いてんだよ。もう40分です。マンチェスターユナイテッドは前半の終わり際に得点を挙げて1対0とリードしています。思わずね、もううーってなっちゃうんで、ほんとこれどっち、もう読んでてもっていうかね。いやー、オッケー、ナイス。オッケー、ナイス。来た、デパイ、デパイ。これ来ましたね。ふぅ。ここで長いホイッスル。結果、前半1対0。どうすりゃいいもんかね。アンテナマーク出ないから大丈夫だろうっていう話でもないんだよね。たまにいるんだけど、思う思う思うっていう人いるからね。 C は相当オフギリ OK じゃないの。あーなチャンスもうものにしていかないと。逆にこれ集中力出るね。これここ取らなかったらもう終わりだみたいな。このパス、よし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 、読みが早いね。もう一個一個落ち着いていこう。マティッチ、ルーニー、盾を使います。たまに隠しくね。よっしゃ、いやーパスコースもずれるからな、ほんと。正しく入力してたら、こういう時でも行くのかな。変に。ナイス。いや、お。デパイ。デパイ。あれ、デパイどこ？今、取ったのが。デパイか。ああ今のは逆にニアでいいんだ。キーパーが向こうに寄ってたから。明らかいるのに出してくるもんな。ああおいしょ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 い。デパイ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 。あ体力ない。デパイ今回入るっていう人いるけど入んないよ。なんか入る気配もないよ。60分ネイマールに変えるか。もう体力ないでしょ。え
デパイそんな体力あんの？え？いや、スタミナ78だよ。めっちゃ体力あるじゃん。俺が全然使ってないだけ？え？こっちもいける？微妙だな。ネイマール、グリーズマン。デパイはどこで切るの？うわぁ、トップ下とか。ルーニー、マスケ、モドリッチにするか。小回り効くしね。ちょっとこれね。なかなかいないよね。逆に、チームスピリット99とか、チーム力5とかと同じぐらい貴重かもしれない。これは、いい勉強になるで。OK。こういうの苦手かなと思ったんだけどね。1点しか取れてないからな。2点3点取らないと怖いよ、こんな。何どうなるか分かんないよ。この柔らかいパス。OK。いやー、もうこの。正確なタイミングを必要とする操作ね。そうそう、正確なタイミング。いや、オフオフオフ。いや、オフだろう。ない。で、あ、よかった。今オフじゃなかった。はあ、怖すぎだろマジで。ここで前を向けるか。絶好の位置です。おっと、縦にボールを伝えていきます。ジョアン・モウティーニョ上がっていく。裏のスペースに置きに行く。怖っ。連打連打連打。危ねえ。いや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 、怖い。ヒヤヒヤすんね。なんか、これは、ウイレと思ったらさ、いやいやいや、なんこんなんでレート持ってかれたら、シャレになんないよって思うけど、こういうゲームだと思えば、なんか逆になんかヒヤヒヤして面白いかも。あれ？いや。終わった。うわ、終わった。ゲージが溜まりきれなかった。いや、あんまり焦るといけない。もう引き分けでいいじゃん。引き分けでいいや。もうレート900台に引き分けでいいやと思わせる。やば、終わった。 OK。 ごめんなさいね。うわ、怪我しちゃった。マナー悪いよ。あ、しかもイエローカード。ダメだよ、みんなこんなことしちゃ。アレクシス誰だね。あ、ネイマールか。オッケーオッケーオッケー。いや、怖っ。なんだこれ。いや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 、なんで誰も落下地点入んないの。デパイまだいけんのか。ネイマールいるよ。交代できるよね、ネイマールは。後半の34分を回りました。絶対こういう時はもうダッシュ使っちゃいけないで、基本的に。デパイには何もできないでしょ。ボールは、うわー、うわー、うわーって感じ。あ、はーっ、繋がりません。おっと、だっだー、そっちかい。え、なんで誰に出したの？これやばいよ。オッケー、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 オッケー。アザール、マティッチ。はい。いや、違う。残り5分を切っています。オスツキ、マティッチ怖いわ。アザール、
来た。いや、打たないもんな。もうデパイダメでしょ。まだいけんのデパイ。いらないわ。ネイマール。ああ。いや、ネイマールよりアグエロでしょ。はあ。引き分けでいっか。これはね、オッケー。いや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 。ネイマール。やばい。おお、危ねえ。出ないよ。体勢変わんない。いや。もうさ、ゲージがたまんないの。この試合得点を上げています。アグエロ。あ、ファールか。よかったよかった。きつい。手元の時計ではもう時間がありません。繋ぎたいですね、ここね。終わった。もう時間がないですから、どんどんプレッシャーかけないといけないですよ。あ、終わってない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 。抜けてくる、切り返して、上げてくれるか。オッケー。オッケー。引き分けれた。助かった。いやか。これはきついよマジで。よかった。負けないことはあるよね。こうたまにある、こうもう、あ、終わったっていうのを負けないっていうのは大事だよ。もう4失うけど。もうしょうがない。対戦拒否リスト入れて。マナー C だもん。切断試合多い。なんでこの試合で切断しなかったのって思うけどね。これはきついね。もうここで来たら嫌だよ、900台で。こんなの。まあいいや。なんとかし、引き分けで言われましたんで。最悪は免れた。これからも精進してきますね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パッ。